皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年9月の16日、朝の7時32分なんですけども、ホームページ淡井圭介の履歴の90番の皇室への方たちへのメッセージのところを見ていただいたら分かると思うんですけども、まあ、今から動画アップロードします。9月14日いや15日ですね、15日昨日の、まあ、朝明け方ぐらいに、私の家のドアを開いたところのすぐのガラスが割られています。これ数年に1回定期的に、そういうふうに割りに来る人間がいます。で、まあ私に対する威嚇行為なのか何なのかというところなんですけども、まあその工事修理する人は多分今日来られると思うんですが、昨日、ニュースウォッチ9で、女性のアナウンサーが、皇室の方が行かれますと。行きますと、まあそういうふうなことをおっしゃっていまして、結局まあ私は幅が広い、まあ誰が来るのかっていうところと、8月多分愛子さま来られたと思うんですね。だけども、あの背の大きさとか体型とか全然頭の中入ってなかったので、顔とかも気がつきませんでした。で、報道ステーションその後見ていたときに、今日ですっていうことは言ってたんですね、報告さんの方で。で、その後、0時00を過ぎて日付が変わってから、階段を登ってくる音が聞こえました。かなりの足踏みをするような音ですね。で、基本的に今気温が高いか、家の中で僕どんな格好で寝てるかって言ったら、服脱いでるんですよ。だから急には外には出れないのと、あと家の前のそのガラスが割られてる件で警戒心やっぱり高まっています。で、昔まあ他のアナウンサー関係のものだったんですけども、その夜中階段上がってくる方法だったら、階段上がってきた時にしっかりと自分の声で電波でコンピューターに言わすんじゃなくて、自分の声で何々さん何々ですけども、まあ、淡井さん、何々ですけども来ましたっていうことを言ってくれたら僕は表に出やすい。それそうじゃなかったらちょっと怖いのは怖いですね。まあ徐々におびき挑発行為を重ねられておびき出すような方法で、2008年私は路上に おびき出されて、オートバックスの方から声をかけてくる者たちがいて、まあ、有馬警察署のすぐ横だったんですけども、警察署の横だし、その殴りかかってこられるようなことはないかなと思って、まあそのそいつらの方に行ってしまったんですね。そこで両顎を割られて神戸大学附属病院に搬送されて、翌日オペが終わって、両顎の間切開してね、まあそこで本田智子と小林真央アナウンサーが駆けつけてくれたんですけども、小林真央に関しても涙流していました。その未来からの声を聞いてるんですよ。この後、ここでこの人が強制わいせされるっていうこと。で、私ももう東京に戻らなきゃならないしっていうことで、まあ、ちょっと混乱してる状態ですね。まあ、結局その後、帰った後、大瀬というものに強制わいせつをされてるんですよ。だからそういった部分等もあって、まあもし昨日の夜来られたのが皇室の方だったとしたら、昨日の夜というか、まあ、今日の、まあ、日付が変わった、まあ、0時過ぎに来られた方が皇室の方だったとするのであれば、淡井さんいらっしゃいますか、まるまるですけどもと、まあ、自分の名前名乗っていただきたいですね。それは何名か昔、僕は20歳ぐらいの頃できた人間はいたんですよ。
ただその時に、まあ多数の人間に会っていたので、相手の名前を聞いても僕に認識力があったかどうかの話にもなってくるんですけども、まあ足音を聞く限り昨日の晩に関してはかなり踏み鳴らすような足音だったので、男性かなと思ったのが僕の最初の印象ですね。で、私のこう思ってる被害の内容等をいろいろ見ていただいたら、まあ、その、まあ僕は、ニュースウォッチ9と、報道ステーションとワールドビジネスサテライトを見てますから、その0時00過ぎに来るっていうのを一つの手だとは思うんです。ただそこで一声声をかけてほしい。その時間帯だったらシーンとしてますから、大抵の声は聞こえると思うんですね。ちょっとした声でも。で、昔何があったかっていうと、ここの、多分もうそれは再発しないとは思うんですけども、まあ、同じように階段登ってきたりとか、ここの、その後、ここの廊下を歩いていった人間などで、結局、全然別の人間なんですね。別の人間なんですけども、淡井圭介と結婚話をしてテレビを出た人間の音声で、声が聞こえてきてるんですよ。電波で。まあ、心の声の方だという認識の方の音声ですね。本人の喋ってる声ではない。一応ガチャって扉開けたけども、見たら全然違う人間だったと。まあ、こういうことがあるんで、まあ、結局昨日の晩眠れたのが13時過ぎて、今日の朝は6時までには起きてましたんで、まあ、あまり寝させてもらっていないという状況なんですね。その階段登ってきた人間が皇室の方か関係者の方だったかどうかわからないですよ。わからないですけども、これはこれで、そのリスクはかなり、体調的にね、リスクが伴う方法ではある。ただ、まあ、全く同じ方法を使うのであれば、私もそれ相応に対応しようとはすると思います。だから、あんまり早く階段とか上がられたら無理なんですよ。靴下履いたり、服着たりして、あと、財布とか携帯とかに、大事なもの入れて出なかったら、不法侵入何回もされてますから、何がどうなるかわからないっていう、そういう恐怖心もあるんです。それと、見たときに相手が、もし、まあ、凶暴そうな人間だったら、どうしよう、全然違う人でね。それがあるので、まあ、なかなか難しい方法といえば方法ではあります。うん、で、ホームページ淡井圭介の利益の昨日記載しました36番。まあ、原油やガス、や石炭などの残存量とか、そういったことを書いている36番、とにかく36番を見ていただいたら、昨日買った世界国税図っていうものが、もののデータと、まあ、私の、ある程度の結論を記載しています。まだ、それは作りかけのところで、そこからいろいろアクセスできるようにはしたいなとは思ってます。結局56番が解決策で、日々その情報は積み上がっていって、うん。まあ、できるだけシンプルに、具体的に何をしなければならないのかを、まあ、昨日書いた文章だけで言うと、まあ、早い人だったら5分以内に読めます。大した文章量じゃないですから、まあ、10本、時間かかる人でも10本あったら理解できると思いますよ。初めて読んで、まあ、いろいろ考えると思うんでね。まあ、こちらの状況はそういうことです。まあ、今日来られるということですので、一応今日、どこかに誰かが現れるんじゃないかというところで、気は張っておきます。で、まあ、一応夜に関しては買い物に行く予定はありません。それは19時から
だったと思うんですけども、これもしっかりと時間確認しなきゃならないんですけども、ヴィッセル神戸の試合があるんで、ね、そこを今日はメインに、勝ちに行こうとするでしょうから、まあその間の間の時間、もしくはその試合が終わった後の時間ということになってくるんでしょうね。だから2日連続でこの方法を使われた後ってやっぱり消耗しますんで、まあ、その辺のところですね。物事をできるだけ遅滞させないように正確に会うっていう状況をできれば作っていただきたい。そこに記載しているエネルギーの残存量問題が、それが事実ですから、採掘可能埋蔵、火災年数に関しては年々下がってるんですよ。深く掘り当てて新しい埋蔵量とかは確認してるんですけども、その年数は限りがあるような形で記載されてます。実際減ってるんですよ。2013年から2014年版の世界国勢税のデータからいくと、石油が残り何年採掘できるっていうデータがやっぱり減ってる。消費の拡大とかある程度頭の中に入っていて作られてるんじゃないかなと。普通に計算したら50年間で今の確認埋蔵量だと、100億リキロリットルほど足んないんですよ。キロリットルの方です、100億のね。だからさらに深く掘ってある程度の原油を探し求めた後の結論での年数を記載してるんだと思われます。対応の仕方を記載してます、ある程度。まあ、あんまり話に長くなってもあれですので、チャンネル登録と、着信利益、来るようにしていただけたらなと思います。それは即座に僕はこう昨日どういうふうなことがあって、今日どういうふうに対応しようとしてるかっていうのが、ご本人のその来られようとしてる方の耳に入るでしょうから、皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。